株式会社バローは東海地方を拠点にスーパーマーケットを店舗展開する株式会社。本校では持ち株会社会前の株式会社バローと持ち株会社会に再し新設された事業会社である株式会社バローの双方について記す。伊藤義美が岐阜県になしで主婦の店として創業。現在の社名の由来は勇気あるものを意味する英語の古語から。 日本のスーパーマーケットの中でも販売管理費比率が低く低コストで運営するチェーンストアであり、週刊東洋経済2003年8月23日号では日本のウォルマートと評された。ポスシステムは東芝テック製を使用。一部の大型店舗ではセルフレジも導入している。2018年頃からセルフレジの老朽化に伴い順次新型にリニューアルされている。 クレジットカードは、ビザ、マスターカード JCB が利用できる。アメリカンエキスプレスも、JCB との提携関係で利用可能。バローも入居していた岐阜県田嶋市の、エバショッピングセンター旧バローエナ店バロー岡崎店。岡崎市張崎町、2020年10月オープン。東海地方を中心に12府県に店舗を展開している。現在の店舗は、公式サイトの店舗、 チラシ情報を参照。岐阜県、愛知県、静岡県、三重県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、山梨県、長野県、京都府、大阪府2000年代に入り、近隣店舗に対抗するような参入展開で、急速に店舗数を伸ばしている。静岡県の菊川店、掛川店、袋井店、岩田店は、かつてのバローオカで、 2011年まで株式会社、岡野から店舗を賃借して運営していた。2013年、当時株式会社バローの完全子会社となっていた、株式会社ユースの吸収合併と同時に、同社の30店舗をバローへ転換した。かつては、新潟県において3店舗を展開していたが、いずれも2020年4月をもって撤退した。通常は、 スーパーマーケットバローのみの店舗が多いが一部店舗ではフードコートを設けている店舗も存在する。また V タウンやルビットタウンといったショッピングセンターも存在する。これらは中にホームセンターバローや赤のレンなど様々なテナントを導入しフードコートも設けている。V タウンルビットタウンルビットパークの店舗はいかに表す。V タウンの店舗ルビットタウンルビットパークの 店舗バローではプライベートブランドの開発、販売が活発で2020年10月より新規 PB の導入、切り替えを進めており、現在では PB 商品は1000品目を超えている。PB 商品の一部はバローグループ内だけでなく他社にも外販されている。P コックストアでも4グループによる買収までは販売されていた。 これら商品は特性ごとに以下の2つのブランドに分けられている。2020年に変更される以前の PB は以下の3種類であった。なお、バローのプライベートブランドとよく似た名称のプライベートブランド V マークを展開する8社会は当然ながら同社と関係は全くない。2008年に変更される以前の PB は以下の4種類であった。 2011年7月、福島第二原子力発電所から飛散した放射性物質セシウムにより汚染された疑いのある牛肉が販売されていたことが発覚した。バローでは、ウオズ店で、該当個体の牛肉、約 20kg の取り扱いがあったことが2011年7月18日に判明。同年7月22日にニュースリリースで、愛知県、岐阜県、滋賀県内の 京急店舗でも該当個体の牛肉が販売されていたことが発表された。ありがとうございます。